このチャンネルは元気のない人が少しでも元気になれますように、アスリートの頑張りを紹介しておりますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。元気ですか？元気があれば何でもできます。実況アナウンサーの鍵野隆彦です。今回はですね、合気道とプロレスというテーマでご案内をさせていただきます。まあ、今回の、まあ、聞かせところなんですけれども、どちらもちょっと誤解を招いていると、まあ、非常に立場が似ている、そして、まあ、そのためにどうしているのか、今後はと、まあ、そのあたりをですね、ちょっと考察しながらですね、話を進めていきたいと思います。さあ、それでは早速お送りいたしましょう。ということでね、合気道とプロレス、これ私にとってのですね、二大巨頭みたいなもんですよ。合気道は20年やってました。で、プロレスの実況はもう20年ぐらいになるんですよ。ね、いつの間にかですね。まあ、そういった意味でね、この誤解を受けている2つのジャンク、これにですね、どっぷりとで使っている私、なんですね。ですから、なんとなくね、すごく愛着はあるし、ただ、とっても悔しい思いもするしという点でございます。まず、誤解を受けやすい。武道においては合気道でございます。合気道ってどういうのっていうと、大体イメージはね、本当に、触らずに触れずに投げることができるのって大体言われるんですよ。いや、それね、やられたことがないからわからないって大体言ってました。だってわかんないんだもん、本当に。これはね、やられたことはありません。投げられたことはないです。あの先輩ちょっとね、あの後ろさん、あの空手家のね、あの講習会に行ってですね、タイトルは気で投げられたっていうふうに書きましたけども、投げられてはまだいません。ですから、まだそこは体感はしてないんですよ。ただ気があることは十分に分かりました。あるんです。誰でも気は出てるんです。でも気で倒せるかどうかは私まだ分かりません。私はまず倒せないし、倒された経験もないんでちょっと分かりません。ただ気は誰でも出てます。これは間違いないです。そういった意味で誤解を招く。今いろんな部位が YouTube 上に出てますし、さまざまな格闘家の方とコラボしている部位もたくさん出てます。で、非常にですね、ありがたいことにですね、徐々にそのイメージが変わりつつある。ただ実践的ではないですよねって言ってたんですね。それがやはりね、ちょっと残念なんだよ。それが残念なんです。私としては十分に実践性があると思ってます。本当はですよ、今実力があればそんなことはないって自分が出張ってですね、こうこうこうなんだというふうにしていきたいところなんですが、まだまだです。20年もブランクがあって、また再びやり始めた、そんなおっちゃんでございますんで、ちょっとまたお時間はかかると思いますが、いずれその領域に達していきたいなというふうには思ってます。それだけ私も悔しい思いもし続けてるんですね。昔からですよ。私がね、ガンガンやっていた時代からそう言われてました。特に空手とあれ、柔道やってるやつにはね、よく言われた。かかるの本当にとか、悔しい思いましたね。かからないこともあった。なんでだろうと思ってたんですね。でいろんなことを自分で試した。で、まあ、より実践性のあるものにっていうふうにですね、感じながらやってったんですね。まあ、いずれね、ちょっと実践というテーマでですね、また話をしていきたいと思います。これもね、山ほど題材があるんですよ。まあ、実践と試合とは違いますよってところからね、ちょっと話をまた作り上げていきたいと思うんですが、それはまたこっちを置いておいて、まあ、そういった意味でね、本当に悔しい思いをしてるんですよ。で、プロレス、片やプロレス、こちらもそうです。どちらかというとファジーなジャンルですよね。ファジーなジャンル、昔から言われてました。本当にプロレスの技って効くのとか、本当にレスラーって強いのとか。でも一時期ね、アントニオ猪木が異種格闘技戦をしたあたりから少しずつ変わってきた、ね、あの世界のスーパースター、ボクシング世界ヘビー級チャンピオンモハメド・アリとやったというあの事実が大きくクローズアップされてですね、プロレス最強説が確立された、そんな時代もあったんです。猪木はね、ウィリアム・ルスカ、ミュンヘンオリンピックゴールドメダリストね、モハメド・アリ、ボクシング世界ヘビー級チャンピオン、そして極真の猛者ウィリー・ウィリアムス、こういった猛者と戦ってきましてですね、プロレスはすごいんだということを世間にアピールし続けました。私はやったと思ったんです。よしよしよしと、プロレス大好きでした。よしよしよしと思ってました。で、ある時に黒船が来航したんですね。日本格闘技界、ね、グレイシー柔術でございます。初めて見た時にはびっくりしましたね。当時アルティメットファイトって言ったかな、アメリカでやったんですね。ホイス・グレイシーが出ました。あのジェラルド・ゴルド、ゴルド先生ですよ。空手の猛者、恐ろしいんです、あの人は、ね、本当に恐ろしい人なんですが、ね、ゴルドを
タップさせる、ケイシャムロック、ね、レスリングのモサ、ね、パンクラスにも来てました、ね、ケイシャムロックもタップさせる、そして見事優勝を果たした。おいおい、チョークスリーパーですよ。何でもありという中でやったんですね。当時はグローブしてません。生産ですよ。今やっと整備されて UFC っていうのは競技化されてますけれども、以前はね、グローブはしない、要はもうベアナックルですよ。この状態で殴る、で金的以外、金的三つ星は禁止だったのかな、それ以外は OK ですというルールでやった。そしたらホイス・グレイシーが優勝して、優勝インタビューで、俺の兄貴は俺より10倍強いっつったんですよ。それがヒクソン・グレイシーです。ヒクソンが来日しました。プロレス代表高田信彦、時代の寵児ですよ。高田頑張るですよ。頑張ってくれるであろうと思った。そしてプライドワンでこの両者を戦ったんです。なんと4分強、腕式逆十字、腕式十字固めでヒクソン・グレイシー完勝。そしてプライド3で再戦、またしても腕式十字固めでヒクソンの完勝。当時のマスコミはこぞって書きました。プロレスの負けた日、悔しかったね。プロレスファンでありました。その翌年かな、99年ぐらいかな、あれ第一戦がね。その翌年に私初めて放送席に座ることになったんですよ。でプライド K1 が出始めて、少しずつプロレスからプライド K1 にファンが移っていったんですよ。高田がやられた、プロレスが負けた で少しずつファンが移り始めて、プロレスが低迷期に入っちゃった。その時期に私は放送席に座ったの。今でこそ新日本プロレス流星を極めてますが、一番辛い時期ですよ。私が放送席に小鉄さんと座っていたのか。あのね、今もう亡くなりましたけど、ディファ有明、あそこでですね、100人しか入れなかったことがあるんです。新日本プロレスの興行で、これがね、トースプの一面になったの。当時その興行で実況してたんです、私と小鉄さんは。小鉄さん怒ってね、そりゃそうでしょうよ、流星を知ってる小鉄さんとすると、何やってんだっていう思いだったと思います。そして G1 になりますと両国2連戦、さすがにね、低迷とは言っても G1 の最終戦はお客さんが入るんですよ、両国国技館でも。 G12 連戦の初戦我々がやってた、入んないんだこれが、厳しいよ、入ってない両国で喋るのは、声が場内に響き渡るぐらいだ。でもそんな時代だった。ですから厳しかったですね、プロレスの低迷期というのがあった。でまたプロレスラーは本当に強いのかっていう話になっちゃうわけですよ。でもちゃんと時代の寵児はまた現れるんです。桜庭和志です、ね、UFC ジャパンで優勝し、彼はこう叫んだ、プロレスラーは強いんです。大拍手。そして桜庭はプライドのリングで上がるんです、ね、高田道場所属として上がるんです。そしてグレイシー一族をどん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 破っていくんです。ホイラーであるとか、そしてホイスであるとか、プライドグランプリの2000だったっけな、うん、プライドグランプリ初戦でホイス・グレイシーとやるんです。ホイスはグレイシーサイドは難癖をつけてくる、ね、もう時間無制限でやる、あれだったかな、時間無制限でやるって言ったかな。90分やりました、あの2人、私行きましたもん、90分やった、すごかったね、やったもん。で最後は桜庭勝ったんですよ、ね、グレイシーサイドからタオルを投げ、事実上ギブアップです。すごい、もうね、スタンディングオベーションすごかったね。でもああやったプロレス勝ったぜっていう思いがした。そしてその後藤田和之、ね、出てまいりました、重量級です、タイトルこそ取れませんでしたけれども、十分に通用することを証明してくれました、プロレスラーです。そしてジョシュ・バーネット、ジョシュ・バーネットプロレス大好きなんですよ、特に UWF のファンなんです。で彼はもう早々に19歳で UFC のチャンピオンになりました。そしてプロレスであったり、ね、総合であったり行ったり来たりしてくれました。そこでもプロレスの強さを見せつけてくれました。そしてブロックレスナー
彼は WWE のチャンピオン、プロレスのチャンピオンです。そして UFC のリングに上がっても UFC のチャンピオンになったんです。こういった方々がいてプロレスは強いんですということを何とか立証してくれた。でも散っていった選手も結構多いんですよ。本当悔しかった。時間がない中でね、行けと言われて行かざるを得なかった選手もたくさん知ってますよ。かわいそうだもん、練習させてやってくれという思いがあったんですよね。でも彼らはやはり行った。あのね、一つ思い出があるんですよ。プライドいくつだったかな、あのドンフライと高山義弘、この一戦があったんですね。このね、興行的にね、あんまりよろしくなかった。西武ドームでやったのかな、あれでね、あの一戦が救ったんですよ、その大会を。見てても確かね、テレビで見てたのかな、あんまり面白くなかった。うん、スカッとした決着はなかったように記憶してますよ。で、最終戦がドンフライ対高山なんですよ。で、ドンフライもプロレスリングに上がってるから、まあそういった思いあったのかな。カーンとなった瞬間に体の大きい高山が押し込んで、ラクリックですよ、ノーガードでバン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 、どん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 両者の顔ね、あの顔が変わってくるの、払ってくるのから。でもやり続ける。これね、おそらくプロレスをやってたからだと思います。プロレスっていうのはまずファンありきなんですよ。で、相手の技を受けるっていうのがあるの、不分率としてね。で、要するに相手の技をね、避けないんですよ。で、殴り続けるの。で、これがファンが、これに対してファンが喜ぶというのを知ってますから、彼らはそれを知ってか知らずか、ね、当然リアルファイトですから何の打ち合わせもありませんよ。高山が殴ればドンプライはお返しをする。それやり続けて最後根負けをした、まあ根勝ちをしたね、ドンフライが最後仕留めたんですが、あの一戦が救いましたよ、大会を。あれ見て、ね、高山すごいと思いましたね。よくぞやったぜと。もう高山破れたけど拍手、すごい、これぞプロレスラーと思ったんですよ。こういったところがあるんです、プロレスって。でもやはりね、誤解をされる、ガチで強いのとか言われちゃうんですよ。こういったね、今挙げた選手がそういったところをなんとかつなぎ止めてくれたんですが、やはり誤解を招いていると。で、ややもすればですよ、総合はすごいけどプロレスはダメだとか言われちゃうんですよ。そんなことはないんです、お前やってみろと。どんなに技を受けるってのが辛いかやってみろと。大変ですよ、相手の技を受けるなんて。痛いもん、やだもん。普通格闘技っていうのは相手の技を受けません。でもプロレスって受けて耐えてそれを見せるんですよ。そこにロマンがあるんですよ。それを私は一番近い実況席から見てましたから、わかる、大変だよこれと思いましたよ。よくやってるぜと思いました。だから称賛の拍手を送りたい。で、私はまた合気道をやってる、ね、あの技の理にかなった動き、ね、無駄のない角度合わせあるのになぜそう言われてしまう。それをやってないところがあるからだなんて思ってました。他のところを悪く言うつもりもないんですけどね。だからもう少しやはりしっかりと稽古をし精査して、他武道他競技の人からも一目置かれるような存在にならなきゃいかんと思って今だし改めてやってるんですよ。まあ実況アナとしてプロレスの素晴らしさを伝えてるつもりです。そして今再び合気道をやり始めて、いろんなことを着手しながら合気道ってすごいんだぜというところをまた発表したいと思ってこう立ってるわけですよ。いずれ自分ができるようになった時にね、本当の意味で合気道の凄さを伝えられるようになるかなとも思ってます。まだまだ紹介したい合気道家がいるんですよ。身近に私の兄弟弟子の王くん、こいつはすごいですよ。はっきり言って早く出ろよって言ってるんですけどね、まだまだだって、言ってまた出てくれませんけど、こいつはすごいです、うん。でそういった、ね、意味ですごい合気道家たくさんいます。私も現代の上芝森平とかね、現代のね斉藤萌弘、現代の東平光一、現代の塩田剛造、現代の富木健治になりうる存在と思ってます。その王君がね、いずれ、まあ、紹介する時が来るかと思います。それとともにその時言いたいね、俺も強くなったけど、示しながらね、俺も強いけど俺より10倍強いやつがいるって王君を紹介したいまあこれがね当面の目標なんですけど、そういった思いで私やってます。
プロレスも素晴らしい、合気道も素晴らしい、その思いをね伝えたくて今回はこんな文にしてみました。今回は合気道とプロレスというテーマでご案内をさせていただきました。この辺りでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさー